笹雲は、笹雲科に属する雲である。徘徊性で、よく跳躍する活発な雲である。笹雲は、節足動物モンバサミカクアモンクモツナク,モモク、雲目、笹雲科に属する雲の一種である。徘徊性で、網を張らず、歩き回って餌をあさる。外形はやや、ハエトリグモに似ているが、より足が細長い。東京部は楕円型で、前はやや盛り上がる。 目はそれほど大きく発達せず、なんとなく円環状に並び、そのため、二眼ずつ四列に並んでいる、というように言われる。腹部は細い卵型で、後ろはやや尖る。足はいずれも細長く、鋭い針状の毛が多数、まばらに生えている。体色はやや白っぽい色に、頭胸部、腹部ともに、曖昧な褐色の縦筋が入る。足は緑色を帯びる。 有志はほぼ同じ大きさで、オスがややキャシャである。オスは腹部が小さく東京部より小さくなる場合が多い。メスは腹部が大きく東京部より大きくなる場合が多い。河川草地環境では圧倒的な笹サ雲サの中にやや稀に栗茶ササグモが見られ、見た目のサイズは大抵後者がやや大きい。普通、草や樹木の枝や葉の上におり、獲物を探す。 運動は活発で足が速い。跳躍も巧みでよく餌に飛びつくようにして捕らえる。卵は半球形の乱納にして葉を巻いた中にくっつける。小型の昆虫を捕らえる捕食者なので農業の立場からは害虫の天敵として働くことが期待される。一般に増毛性のクモよりも徘徊性のクモの方が天敵として効果が高いとされる。ただし、 クモ類を天敵として積極的に利用する試みは少ない。これは種として、まずクモを大量繁殖させること、さらには多数個体を保管することが難しいからである。しかし、笹雲は害虫防除に使われたことがある。昭和30年代に九州の杉植林において杉の新芽を害する杉玉バ園に対して、茅島泉は笹雲がこの葉への成虫をよく、 捉えていることに注目し、これを防除に役立てることを試みた。大量飼育にも成功し、試験区域に放し返して、明らかな効果を確認した。日本の笹雲科に、主なものは3種ある。南日本から南西諸島にかけて分布する島笹雲は、笹雲よりやや細長く、体色が綺麗な白に、すっきりとした縦縞が入る。 北日本にはやや小柄で退職が、褐色がかる、栗茶笹雲がいる。ヤギ沼 P25。ありがとうございます。